1919年6月21日水曜日。何を見つけるつもりか伝えないままキャリントン・ハリスに話を通してしまうと、おじと私は、携帯用ベッドを2つ、重量のある複雑な化学機器と共に生まれた家に運び込んだ。私たちは昼間のうちにこれらを設置した。窓を紙で覆って、夕方に戻ってきて最初の不審番に当たる予定だった。地下室から1階への扉を施錠し、街路側の扉の鍵を持ち、不審番が続く間必要に応じて何日でもその効果で繊細な装置、大金を弾んでこっそり入手したものだ、を置いておけるように準備を整えた。夜更けまで2人で起きていて、その後は夜明けまで2時間ごとに交代で1人ずつ番をする計画だった。私が最初の番、次はおじで、自分の番が済むと、簡易ベッドで休息をとる。それらの機器類をブラウン大学の実験室やクランストン外造兵から入手し、冒険の方向を直感的に決定づけるにあたっておじが発揮した天性のリーダーシップは、81歳の老人が持つ潜在的な生命力と回復力の驚くべき証だった。エリフ・ウィップルは自ら医師として衝動してきた衛生学の法則に従って生きてきた。後の出来事さえなければ今でも元気いっぱいでここにいたことだろう。何が起きたかに気づいているのはたった2人の人間だけ。キャリントン・ハリスと私自身である。ハリスには話さざるを得なかった。彼はその家の所有者であり、そこから何が退治されたかを知るにふさわしかったからだ。その時もまた、自分たちの調査のことを事前に説明しておく必要があった。そしておじが言ったと思ったのだが、避けて通れない公式の弁明をする際、彼はよく分かってくれ支えてくれたのだった。彼は青ざめながらも私を助けると言ってくれ、もう家を貸しても大丈夫だと決意してくれた。その雨の夜の見張りが心配でなかったといえば、ひどく馬鹿げた誇張になるだろう。前述の通り、私たちは子供じみた迷信に惑わさせたりはしなかったが、科学を研究し熟考してきた結果、基地の三次元宇宙は物質とエネルギーからなる全宇宙の一部に過ぎないことを知っていた。この件では、あまたくの信頼できるソースから得られた圧倒的な量の証拠が、強力かつ人間の視点からすれば格別に有害な特定の力が執拗に存在し続けていることを示していた。と言って、私たちが実際に吸血鬼や狼男の存在を信じていたと総括するのはあまりに不注意に過ぎるだろう。むしろ、私たちは、生命力と化した物質がよく知られていない未分類の変容を起こす可能性を否定するものではなかった。と言うべきであろう。そのような変容は、他の宇宙の構成物との関係をより密接に持ったためこの三次元宇宙では滅多に起きないが、それでもなお我々の宇宙の境界から十分近いところにあるため、時折顕現しては、適切な視点を欠く我々には理解すべくもない姿を見せるのだ。簡単に言えば、疑うべくもない一連の事実から、おじと私は生まれた家では何らかの影響力が専念していると考えた。2世紀前、最初に家を建てた不快なフランス人の誰かしらに橋を発し、原子及び電子の運動における未知かつ稀な法則を通じてなおも働いている。ルーレの一家は外側にある実在の世界。普通人なら反発と恐怖以外のものを抱かないような暗黒界と神話性を持っていることが歴史の記録から証明されるようだった。そこで、次に1730年代の騒動が彼らの一人かそれ以上の、特に邪悪なるポール・ルーレ、病的な頭脳の中で、暴いた面によって殺され埋められた肉体を生き延びさせるようなある種の運動パターンを促進し、何らかの多次元空間の中で、自分を侵害した社会に対する憎悪によって法無効づけけられた本来の力の線に沿って、自分を侵害した社会に対する憎悪によって法向づけられた本来の力の線に沿って、このパターンが動作し続けたりはしなかったのだろうか？かような存在は、相対論と原子内過程を含む新たな科学の光の下では物理的、
生化学的に不可能ではない。不定型、定型を問わず、異質な物質ないしエネルギーよりなる一つの核が、生の力、または問題の核が浸透し、時として完全に同化できるより物質的な別の生命体の身体組織から、感知不能、ないし非物質的に引き抜かれ、生命を保つ状況を容易に想像できよう。それは敵意を持つかもしれず、あるいは単に盲目的な自己保存の本能によって動かされるかもしれない。いずれにせよ、この手の怪物は私たちの世界の構成の中では異常な侵略者でなければならず、その撲滅は、世界の生命、健康、正気に仇なす共柄を除く万人の義務というべきものである。私たちを孫つかせていたのは、その存在のどの側面と対決することになるのか全くわからない点だった。正気な人間でそれを目にした者はなく、かつてはっきりと触れた者もわずかしかいない。純粋なエネルギー、物質の領域外のエーテル体、でも部分的に物質的でもあり得た。固体、液体、気体の三層にわたってある程度禁似できるのみならず、希薄な非粒子的状態にも意のままに変化しうる、未知の過疎的かつ多義的な物質である。人が倒した床上のカビのまだら、黄色っぽい蒸気、昔話に出てくる木の根の曲がり具合、これらは人間の形との間に、少なくとも遠いつながりを持っていることを証拠立てているが、その類似性がどの程度代表的な意思永続的かは、誰にも明言できないのだ。私たちはそれと戦うにあたって2つの武器を用意した。まず、強力な蓄電池によって駆動され珍しい形のスクリーンと反射器を備えた特製のクルックス艦。これは差別することができず破壊的なエーテル放射のみが有効だと判明した場合に用いる。もう一つは一対の軍用火炎放射器で世界大戦で用いられた種類のものである。これは部分的に物質よりなり、機械的な破壊を用いうると判明した場合のためで、エクセターの素朴な迷信の潜みに倣って、もしそいつに火で焼けるような心臓があるなら焼いてしまおうというわけだ。この攻撃装置をカビが異様な形を取る暖炉の前に向け、その周りに置いた簡易ベッドと椅子の位置を念入りに調整した。ついでに言えば、そのまだらっぽいものはそれらの家具や機器を設置するときも、不審版のために戻ってきたときも、うっすらと見えるだけだった。本当にそんなものを絵のようにはっきりした姿で見たことがあったのだろうかと一瞬疑いかけたが、その時言い伝えのことを思い出した。夏時間午後10時に始まった地下室での不審版は、バカバカしい進展を見ないまま続いた。外からは雨にけぶった街灯の光が弱々しく漏れきたり、内側では嫌ったらしい菌類がかすかな輪行を発していた。漆喰の跡をとどめぬ雫に濡れた石壁、地面付き白カビに汚れぞっとするような菌類が生えた悪臭ふんふんたる硬い土の床、かつてスツールや椅子やテーブルやその他無様な家具だったものの崩れゆく痕跡。頭上を這う1階を支える鋼板と図太い梁、家の他の部分の床下にある物置や小部屋に通じるくたびれ切った厚い扉。荒廃した木の手すりのあるボロボロの石段、大きくへこんだ粗雑な暖炉のレンガは黒く汚れ、錆びた鉄の断端があった。昔は留め金山木の世代や櫛や自在鍵や肉焼き器があったのだろう。加えて私たちが持ち込んだ質素な簡易ベッド、キャンプチェア及び大掛かりで複雑な破壊装置。室内で照らし出されていたのはこういったものどもだった。前に私自身が説明したように、街路への扉は解錠したままにしておいた。事態が私たちの扱える力を超えていた場合に、直接逃げ出せる経路を開けておく必要があったからだ。私たちの考えでは、夜の不審番を続けていれば、そのあたりをうろつく何かしら悪意を持った存在を呼び寄せることになる。それを十分に認識、観測し次第即座に、手持ちの道具で始末することができるよう準備をしているのだ。そのものを呼び起こし排除するまでにどれだけの時間を要するかについては、
私たちはいかなる予断も持っていなかった。また、この企てが安全から程遠いことも承知していた。そのものの強さがまるでわからなかったからだ。だが私たちはこのゲームを危険を冒すだけの価値があるものだと考えており、躊躇なく単独での着手を選んだのだ。外部に援助を求めても嘲笑の的になるだけで、目的を全く達成できずに終わることになるだろうという意識があった。その夜遅くまで交わしていたのはこんな話題だった。やがておじは眠らそうな様子を見せるようになり、私は彼が2時間の仮眠につくべき時間になったのだと気づいた。深夜に一人きりで座っていると、恐怖のような何者かが私の背筋を震わせた。一人きりで、と言おう、眠ってしまった人の傍らに座る者は一人ぼっちなのだから、多分、自分でわかる以上に一人なのだ。おじは苦しそうに息をしていた。深々とした呼気と窮気に外の雨音が伴奏をつけ、家の中のどこか遠くで滴り落ちる苛立たしげな水音がそれを貫いた。この家は晴れた日ですら胸を悪くするほど締めついているのに。こんな嵐の中ではまるで泥沼だった。私は金の発する光と覆いをつけた窓を通して街から忍び込む弱々しい光の中で、緩んだ壁の古い石組みをじっと見ていた。この場所の不快な雰囲気のせいで気分が悪くなった私は、一度扉を開けて街路を見渡し、見慣れた光景と健全な空気で目と鼻を休めた。それでも私の監視に応えるものは何も起こらず、私は繰り返しあくびをした。疲れが不安に勝ったのだ。その時、眠っているおじの動きが気になった。眠りについた遅ら30分ほどした頃から、彼は簡易ベッドの上でせわしなく寝返りを打っていたのだが、今やその呼吸はいつになく不規則になっていて、時折ため息のような、もっと言えば息を詰まらせながらうめくような声を漏らしていた。懐中電灯をつけてみると、おじは簡易ベッドの上で横向きになり、顔を反対側に向けていた。何か痛みでもあるのかと再度懐中電灯をつけた。とても驚いたことに、そこで見たものは比較的大したことではなかったのにもかかわらず私を狼狽させた。単に、何かの奇妙な状況が場所と任務の持つ不吉な性質と組み合わされたからに違いない。状況それ自体は恐ろしくも不自然でもなかったのだから、それはおじの表情に過ぎなかった。疑いなく私たちの置かれた状況が見せる夢によって乱され、動揺をさらけ出し、かのものとも思えない性格の、通常のかの表情は親切で上品で穏やかなのに、今は様々な情動がかの中でせめぎ合っているようだった。総じて言えば、私を戸惑わせたのは主にその多様性だったのだと思う。おじは大きくなっていく同様にあえぎもだえ、今では目さえ見開き、一人の人間ではなく多くの人々、奇妙なことに彼自身ではない他人たちのように見えた。突然おじはつぶやき始め、話をする口と歯の様子が私には気に食わなかった。はじめのうちどんな言葉をつぶやいているのか聞き取れなかったが、その後、いくつか聞き取れるようになると、私はいきなり、恐怖に身も凍る思いがした。その時私はおじの教養の広さと、両世界評論から長大な人類学及び考古主義の記事を翻訳してきた経歴を思い出してほっとした。尊敬すべきエリフ・ウィップルはフランス語でつぶやいており、私に聞き取れたいくつかのフレーズは、彼がこの有名なパリの雑誌に載っていた西安国の神話を脚色しているように見えたからだ。額からどっと汗を吹き出して、半ば目覚めたおじは出し抜けに跳ね起きた。混乱したフランス語が英語の叫びに変わり、しわがれ声で怒鳴った。私の息が、すっかり目が覚めいつもの落ち着いた表情に戻ったおじは、私の手を取って夢の話を始めたのだが、その中核部分は if なしには推測できないものだった。彼が言うには、ごく普通の夢の景色から、これまで本で読んだものとは全く脈絡のない奇妙な光景へと漂っていった。それはこの世界であると同時にそうでなかった。
暗い幾何学的な混乱があり、その中で見慣れた事物の諸要素が、まるで見慣れぬ、不安をかき鳴らす組み合わせとして見えるようになったのだ。歪んだ光景が互いに頂上し、その配列の中で、空間のみならず時間における不可欠な諸要素がこの上なく非論理的なやり方で溶融していた。この万華鏡のごとき悪夢の本流の中で、時折奇妙にはっきりした、しかし説明不能なほど異質な、言ってみればスナップショットのようなものが現れたのだ。一度、存在に掘られた穴蔵が口を開く中に横たわっている気がした。周囲から三つの角、角、のある帽子をかぶったたくさんの怒った顔が髪を振り乱しながらしかめ面でこちらを見下ろしていた。再び、彼は家の中にいるようだった。古い家だ、見るからに、が、細部と住人が常に変化していくので、顔も家具もはっきりとはわからなかった。それどころか部屋そのものも。というのも、扉も窓も、あたかも動体であるかのように流動的だったからだ。奇妙なことに、いやらしいほど奇妙なことに、おじが半分信じてもらえないだろうという様子でおずおずと語るには、それらの奇妙な顔の多くが間違いなくハリスカの表情を帯びていたというのだ。また、おじ自身については、浸透性を持つ何らかの存在が自分の生命のプロセスを奪おうと身体中に広がって探っているような、行き詰まる感じがしたという。この生命のプロセスという言葉に私は震えた。81年の間働き続け疲弊したそれらのプロセスが、最も若く力強いシステムをすら恐れさせるような未知の力と戦っているのかと考えたのだ。しかし、次の瞬間には思い直した。夢は夢に過ぎず、これらの不愉快なビジョンはせいぜい、このところ私たちの心を完全に占拠してきた調査と期待に対するおじの反応以上のものではありえない。また、話をしているとすぐに奇妙な感じはなくなっていき、私はあくびをしーしー仮眠の番についた。受け持ちの2時間の仮眠が終わるだいぶ前に悪夢に起こされてしまったにもかかわらず、おじははっきり目覚めたように見え、見張り番に着くのを歓迎していた。私はすぐ眠りに落ち、早速ひどく胸騒ぎを起こすような夢にうなされた。私は幻影のうちに宇宙的な深淵の孤独を感じた。独房内に倒れた私に向けてあらゆる方向から敵意が放たれている。縛り上げられ猿靴輪をはめられているようで、乾いた群衆が遠巻きに私の血を狙って叫びを上げる声が、小玉となって私を嘲笑していた。おじの顔は起きていた時に比べ不愉快な連想を与えるようになり、私は何度も虚しく抗い叫びを上げようとしたのを覚えている。快眠ではなかった。響き渡る叫び声が夢の壁を破り、おののく私を叩き起こしても、残念だとは思わなかった。その時、一つ一つの現実のものが普通よりはっきりとリアルに見えたのだ。